ックが必要です。充電中です。体から離れてください。人工呼吸をしてください。そうなんですけど、看護だけじゃなくて社会人になるとしてのことも勉強させていただきました。やっぱり人間性はあるので、日頃の行いとかが出てしまうと思うので、日頃から言葉遣いや身なりとかに気をつけています。訪問客席の方の事例で、術後の術回復期の方のバイタルサインとかでわかっています。今は血圧をバブルストークで見てます。その都度みんなでディスカッションして、より良い技術が提供できるように練習しています。教科書が iPad になっています。アプリの中に4年間使う教科書が1つのアプリが書いているので、荷物も何十冊ある中でもこの iPad を運べばすごい楽です。またこの iPad では写真を撮ったり動画も見たりメモもできたり線を見たりすることができるので、すごい内容の深い知恵を得ています。学生時代の学んだこの初心の気持ちを忘れずに、流れ作業にならずに患者さんの背景とかしっかり踏まえて、患者さんが過ごしやすい生活を提供していきたい。